近鉄バス部瀬営業所は、大阪府東大阪市高枝中一丁目にある、近鉄バスの営業所である。主に、東大阪市西部や大阪市平野区、天寺区をカバーする。近鉄奈良線河内栄和駅、または、JR 大阪東線 JR 河内栄和駅から、徒歩10分ほどの場所にある。道路を挟んで、向かいの東大阪市町営寺には、観光バスの基地として、 不施観光営業所が設置されている。本項目では観光バスも含めて記載する。現存する近鉄バスの営業所でも、特に古い営業所で、近畿日本鉄道自動車局の不施自動車区営業所として営業してきた。特に整備工場が併設された取り営業所ができるまでは、近鉄バスの整備工場は不施営業所にあった。 バスロケーションシステムが1983年に設置され、小坂駅周辺で10年ほど使われていたこともある。分社化前は路線部門が南側の現在観光バスが使用する車庫を、観光バスが北側の車庫を使っていたが、分社時にその立場を入れ替えた。観光バスは別会社の近鉄観光バス株式会社として分社化し、 営業所の事務所を観光バス本社と兼用した。2006年に近鉄観光バスは近鉄バスに吸収合併されたため、観光バス部門は伏せ観光営業所になった。近鉄バスカードが使用でき、2003年よりスルッと関西と J スルーカードにも対応した。J スルーは2009年3月1日に利用終了した。ピタパや 愛国家などの交通 IC カードは2015年4月1日より近鉄バス一般路線のすべてで使えるようになった。営業所の前には長営寺という停留所があったが、現在は廃止されており、当営業所発着の路線は存在しない。このため、路線バス車両は現在ではすべて改装でで入庫している。早瀬橋系統で使用される小型車両、日野。 DSF 世紀から北上し、東大阪市生端の高枝地区を結ぶ路線、JR 大阪東線と並行している。中小工場が多くある地域でもあり、通勤客も多かったが、不況などで利用者、運行本数ともに減少傾向である。もともとは、JR 放出駅前の一つ手前の早瀬橋で折り返しており、早瀬橋から徒歩連絡で放出駅方向へ抜けていた。 2011年8月1日から京愛路に対応する小型バスの導入により一方通行を避けるルートで、早瀬橋から放出駅まで延伸し、同時に運賃がそれまでの特殊区間制から200円均一になった。なお、以前も放出駅前への乗り入れを行っていた。詳細は過去の担当路線を参照。 2012年8月1日に増発及び出入こと、なるちょうど2丁目止め、高枝2丁目始発を、不正駅前に延長し93番に統一した。不正駅から南下して、大阪市平野区の上北地区を結ぶ路線。元は、上小学校から南へ伸ばし国道25号を経由して、JR 平野駅へ運行していた。しかし、大阪東線の開業により、 平行路線であったことから利用者が大きく減少。コロモスリカミ駅が開業したことでさらに厳しくなったことから2018年12月21日に路線維持のために経路変更と区間短縮を行った。改編前は不正駅から一旦東へ向かい三の瀬を経由していたがこの改編で不正駅ロータリーから直接南下するルートとなった。以前は地下鉄、 南辰美経由の平野駅方面の系統も存在した。八重の里駅北方にあった東大阪市立総合病院の移転に伴い開設された路線。袋は500国公園前を経由する。大阪府下では初のコミュニティバス扱いで運賃100円で開設したが定期券は利用できない。開設当初は会員日の平日のみの運転だったが二千四年三月から土、 休日の昼間も運行されるようになった。車両はこの路線専用の小型車両が使われてきたが、2009年5月1日から小型ノンステップバスに置き換えられた。2017年10月2日から運賃を大人200円、小200円に変更。同休日の運行は廃止となり、私立総合病院停留所は、私立東大阪医療センターに解消した。 大阪上本町駅から駅の東側にある赤十字病院までの路線。2005年に開設され、短距離のため運賃100円とした。病院の休診日は運休。赤十字病院線と同様に、病院への足として運行する100円バスである。病院と大阪上本町駅を単純往復するのではなく、大阪環状線の桃谷駅発着として、同線からの利用も、 可能にしている。途中停留所は当初大阪警察病院だけであったが、後に増設された。土曜、休日、12月30日から翌年の1月4日までは運休。2013年6月13日に、安倍の春かし近鉄本店がオープンしたのに伴い、安倍の上本町巡回バスとの路線外証明で開設。大阪阿部野橋駅発着の近鉄バスの 一般路線の設定は2005年に廃止された大橋線以来8年ぶりとなった。上本町と安倍の橋を谷町筋及び松山町筋を経由し約15分から19分で結ぶ。15から20分ごとに運行、運賃100円。安倍の橋東口発着の12番は19時50分以降のみ、それ以前の時間帯は10番及び11番となり、 阿部の橋近鉄高速バス乗り場に停車する。利用客数は多く、当初は20分間隔での運転であったが、2013年10月1日の2度目のダイヤ改正で昼間時は20分間隔から15分間隔に増便された。また、運行開始当初はノンストップだったが、2013年9月1日、谷町筋上に4天王寺参道口停留所が新設された。 2017年7月1日に運行形態が近鉄上本町を発着とした循環系統から通常の往復系統に変更され、安倍のハルカスをまたぐ乗車ができなくなった。これにより、安倍の上本町循環バスとしていた路線相性を安倍の上本町シャトルバスに変更した。同時に、系統番号が設定され、四天王寺三道口経由便は、 安倍の春かす発着便が往復とも10番、天王寺とホテル発着便は往復とも12番が、それぞれ付与された。同時に、松山地筋に、下寺町1丁目停留所と、下寺町2丁目停留所を新設し、安倍の橋方面域の一部の便が、松山地筋経由になったが、これは11番が付与された。下記の各路線を運行している。いずれも、中高路線。 内部リンクのある路線の詳細は各項目を参照のこと。また、カブトガニゴイは上の特急線、四日市特急線、オバマ特急線の運行支援も行っている。前述の通り、特案系統の一部は不正規前まで足を伸ばすものがあった。1990年代には特案初のみとなっていた。早瀬橋系統の一部は大阪市内へ乗り入れて放室 さらに、半内ナコマ線、墨野道線に並行してガモウ四丁目まで運行していた。ただ、墨野道線などが京橋で折り返していたのに対し、道路線は手前のガモウ四丁目までで近くの上東区役所付近で折り返していた。当時、放出駅付近は京愛寺であったが、大型車で運行していた。また、大阪市と東大阪市にまたがるため、 上線同様に運賃が割高になっていた。92番は2011年に早瀬橋から放出駅まで延長になり廃止となった。その際に運賃をそれまでの区間制から全線200円均一に引き下げた。94.95番は放出延長時に出入庫となる便として存在していたものである。特案系統は2015年4月現在、稲田営業所が担当。 特安駅前へ延伸されている。上、小坂線は前述の通り、上、小坂住宅の団地内での折り返し便が多く、設定されていたほか、近鉄奈良線の南尾に並行するように、河内花園駅南東側の花園住宅まで運行していた51番は1995年10月1日に廃止。50番は以前は1時間に1便程度はあり、不正駅前と上、 小坂住宅前を結んでいたが、団地の建て替えによる団地内停留場の廃止の影響により、2004年8月31日に52番に吸収される形で廃止。後に朝夕のみの運行となり、2006年2月6日に平日の朝1便のみの運行になる。54番は通学需要があり、利用客が多かったが、近畿大学附属小学校の奈良県奈良市への移転に、 伴い利用客が減少。2011年3月16日実施のダイヤ変更からは52.54番が土曜、早朝にそれぞれ1便ずつ片道運行するのみとなった。それも2017年3月31日をもって運行取りやめとなった。40番は先日の通り2018年12月21日の改変で廃止。 不正駅と JR 平野駅を結ぶ路線であった。不正駅から上北五丁目は東大阪市、それ以南は大阪市に入るため、運賃は大阪市内運賃と特殊管制にまたがっている。しかし、大阪市内をカバーする大阪市ティバスは大阪市外への路線でも大阪市内均一運賃のままであるためあたり路線は割高になっている。この廃止により、 近鉄バスの JR 平野駅乗り入れもなくなった。41番42番は40番の経路違いで地下鉄南辰美駅経由であった。1993年6月8日に廃止された。八戸の里駅から中央環状線急道を経由して近畿大学のある上小坂、金物団地を経て近鉄大阪線旧法軸地駅を結ぶ。ただし、 旧宝寺地駅へ乗り入れる便数は少なく、八戸の里駅前金物団地前館がメインである。小坂駅前乗り入れ便は平日と土曜日の昼間に1時間あたり1本程度の設定。休日は八戸の里駅金物団地前館の76番のみの運転となる。71から74番の系統は1991年に、 八戸の里駅前のロータリーが完成するまで、駅南口、旧中間の西側に、バス乗り場があり、小坂駅前起点で運行されていた。両駅間も渋滞しやすいため、ロータリー完成以後は、基本的に8個の里駅前発着に変更された。小坂駅前発着は、完全に運行されていない時期を経て、少数便が復活したものの、 2018年10月1日以降は全便が八戸の里駅前発着になった。2015年4月1日より稲田営業所の担当になっている。80番はエキスポランドへのアクセス路線として当季を除く休日に運行していた。一般路線車使用ながら高速道路経由というのも特徴であったが、1999年に運転を取りやめた。 81番は、80番の第一便が、エキスポランド到着後に、日本庭園前に改装。片方向きのみの一般道経由で運行していた。東宮住宅西口日本庭園前、エキスポランド間は高速道路経由と、一般道経由では、運賃が違っていた。不正駅前、都市のり道駅前間は、上小坂線と異なり、近鉄大阪線の高架下を走行していた。 戦前に、不正駅平岡間にて開設された路線。上本町からは、千日前通りを東に直進し、国道175号道と交差する箱戸ので来たに、進路を取る。石切神社への利用者も多く、三月日には増便も行われていた。1984年に上本町バスセンターが、上本町駅2階にできてからは、同場起点とした。 平岡営業所の縮小により、不正営業所の担当に変更されたが、利用者減が進み1997年に休止、2000年に廃止となった。末期は平岡から移ってきた中型車が専属で使われていた。元は、八尾営業所の担当だった大橋線の一部で、近鉄大阪線に並行して、不正と八尾を結ぶ路線であった。2004年に、 八尾市立病院の移転に伴い、平日昼間のみの運行で等系統が新設された。しかし、2006年2月には土曜日午前中の1、往復だけになった後、2009年3月20日で、休止された。なお、同じ旧法寺線の JR 旧法寺駅、有尾八尾の系統は、八尾営業所の担当で、こちらは、現在も存続している。廃止後、 2016年に大阪バスによる、不正駅から大バス本通り商店街、近鉄八尾駅間の路線が開設されている。夜行路線については、八尾営業所に移管したため省略する。ただし、不正担当時代に急廃止となった路線のみ掲載する。埼玉特急線の岡特急線、愛知万博特急線空港リムジンバス以外、上野特急線四日市特急線不正営業所。 所属車両利用者の少ない路線が増えていることもあり、大型車の導入はあるが、中型、小型も多い。上線、上本町安倍の橋線は大型、中型車を中心に使われているが、以下の路線は専用車両に限定して運行されている。日野、セレガが使われているが、2007年に三菱不走エアロバスが初めて採用された。三菱車は、 ホテル日光大阪の高さ制限のために採用された。塗装は長らく関西空港交通と同一デザインを続けていたが、近年の新車は観光バスと同一の塗装に変更されている。不正営業所担当の路線は中高のため車両も4列シートのハイデッカー車が用いられる。観光バスからの転用車両も多く、トイレ付きとトイレなしが混在する。トイレなしは 長距離の高山港以外で運用される。観光バスのみ、配置の営業所。近鉄バスの貸切車の大多数は、当営業所配置である。大型車の車種は、日野、セレガに統一されている。ハイデッカー車は輸送力の大きい60人乗りが、中心。高速バスの続行便仕様を考慮してトイレ付きとした、車両もある。また、車椅子用リフトを備えた車両も在籍する。 ユニークなものとしては、ビールサーバー付けのスーパーハイデッカー車が存在した。2012年現在は、小型車として、日のリエスセツも配置されている。9メートル級は在籍していなかったが、2018年8月末に導入された。近畿日本鉄道自動車局の時代は、八尾営業所も観光バス配置営業所であった。分社化に先駆けて観光バスを伏せに集約し、 代わりに、夜行高速バスを八尾に移管した。ありがとうございます。